風水を破壊する里のダイヤモンドに対するみんなの反応。ダイヤちゃん、ちょっとヤバくない？リッキーの困惑が見て取れる。よく当たるということは、それを外せばいいんですね。レースに勝てないジンクスを破ろうと頑張るあまり、ジンクス破りが趣味になってきたお嬢様なので、あえて挑戦する。その弱い考えに反落するを実践するとリーズナーよ。面白い女。風水もかなりの飛び道具なのに、引かないどころか真っ向から破壊してくる。自分の星座が12位だった時にワクワクしそう。占いで悪い結果が出た方が吉としてそう。悪いジンクスは破るし、良いジンクスは受け入れるから無敵だ。北ちゃんの幼馴染というポジションを脅かされて焦るのかと思いきや、予想の斜め上を後ろ向きドリブルで駆け抜けていった。やべえやつ。どこに試練があるのかわかるなんて、風水は最高だな。ダイヤちゃん、マジランブルとかやらせたらダメなタイプ。すでにやってるし、大体勝ってるんだよな。大白出した上で。じゃんけんは、最初はグーの時に、チョキを出せば、勝てるんですよ。ダイヤちゃんに、こいつ、グー出さねえ、と思われた時点で、ゴルシの負け。多分、本質的には、赤毛に近い。サミーの要素が、入ってるんだな。エイリアンとか、キリン柄とか言い出さないうちは、まだ大丈夫だろう。えやんは言うんすよ。ウマ娘やってるかやってないかで思い浮かべるキャラが180度くらい逆だと思う。実装前のイメージお清楚、実装後のイメージお清楚。アニメで出てきたら貴重な常識人ツッコミ担当になりそうで、今から楽しみにしてる。え？ゲーム版だとヤモリの丸焼きとか喜んで食べそうなイメージ。1周年のアニメの串焼きのリアクション、今のアプリのキャラだと逆だよね。アニメ2期では確かにそんな感じだったけどね。当時誰がこんなやべえ女予想できてたんだよ。アニメでもまあおてんばな感じはあったんだけども、アプリでこんなことになるなんて読めなかった。このリハクの目をもってしても、おてんばでイメージしたのはファイン的な子、お出しされたのは、ゴルシとフェスタを足して、おてんばをかけた子。栄養の表現、北さんブラック、ボケ、里のダイヤモンド、ツッコミ、実装された運用、北さんブラック、ツッコミ、里のダイヤモンド、ボケ。強人馬娘の、ギャー上位。困った、ちょっと勝てない。あなたのお孫さんなんですよ、あの子。育ちが良いだけの変人。最初はグーの画像、ほんと好き。両者ともグー出してないのも、それ用のモーションがちゃんとあるのも、ポイント高い。作中一番やべえやつステークスで、16番人気から、1着かっさらうやべえやつ。レース前、実装前は、ゴルシとか、タキオンとか、安心沢の中に、なんでこんな娘が？って評価だろうしな。秘宝、ゴールドシップさん、単勝 1.3 倍を吹き飛ばす。私、今回は、別にデート嫌がってねえからな。これに関しては、ゴルシの自滅ってわけではないから、しゃあない、相手が悪かった。馬娘界では、お清楚の意味が、だいぶ変わるからな。お清楚なのは、間違いないんだ。ただ、それを上書きするほどの、好奇心と、挑戦に対する意欲の、怪物なんだ。メンタルが、全くブレないの怖い。多分、ウマ娘の中で、一番浮力が高いよ。ということは、実装前のイメージがやべえやつは、実装されたらお清楚。息子よ、父さん、お清楚、路線で、行くことになるかもしれん。断言できないのかよ、親父。もはや、息子に反論もなくて草。親父、もうキャラ紹介で、破壊神が、明記されているから、無理あるよ。それだと、破壊衝動を抑えられない、非式モンスターみたいになって、むしろ、ヤバさ上がりそう。だって実家、背がからして、あれだし。実家は、サミー側定期、なお、そっちの方も、大概あれな模様。ダイヤちゃんの父方の実家は、空に、北斗七星が輝いていて、ペットに、ライオンとゴリラとダチョウがいて、ちょくちょく天使な怪盗が現れたり、定期的に、DJ たちがパーティー開いてて、空飛ぶ絨毯に乗った、アラビアンな人たちがカッポしてる。
これまでの人生信じ続けてきて、もはや、自らの構成要素の要である風水を、粉々に粉砕される、ことのリッキーちゃん、かわいそうです。ダイヤちゃんは、むしろリッキーと風水のことをめちゃくちゃ信じてるぞ。ただ、あえて、反落して、ジンクスを破壊したいだけで。もっと狂気増してる。ウマ娘における、お清楚とは、どういう意味とかしてしまったのか、その謎に迫るべく、我々探検隊は、西アマゾンの奥地へと向かった。やばい人なのに、財力まで持ってるから、気軽に人間クレーンゲームとか仕掛けてくる模様。でも、考えてみたら、セガ因子を受け継いだら、そりゃまともにはならんよな。リッキー育ててて、もう最高ですのとこで、白目向きそうになった、お清楚強い。トネッコ時代から、トレ潜入学までに、一体何が？敬愛するマックちゃんが、軽人体炎になった時に悟ったのだ、強くあらねばならぬと。とんだロッケンロールお嬢様が、いたもんだ。ダイヤモンドは砕けない。ダイヤモンドは砕けないが、代わりに、ダイヤモンドが砕く。マックイーン、パクパクちゃん、里のダイヤモンド、ジンクス破りのやべえやつ、ブライト、ホアー、キング、諦めだけが悪い女、ルビー、最後の希望。最後の希望さんも、どうせヘリオスと分かり合えたら、一緒にウェイするんだろ？分かってるんだぞ、こっちは、これ以上に、ぶっ飛んだ要素になりそうなネタはないよな？ないよね？アルダン、清楚？実装前に、誰が北ちゃんの方が湿ってるなんて、想像しただろうか。固有演出が、本当に綺麗で荘厳なんだ。育成の後だと、こんなに綺麗なのに、結構弾けてる、というギャップに、なおさら脳が焼かれるんだ。さすが、ゴルシオ真顔にさせる女。面白い、狂気の沙汰ほど、面白いです。実装直前の、ちくわバックドリブルで、すでに崩れてたんだよな。中山と、意気投合しそう。隠れ弾けリスト、とか言われてるけど、全く隠れてないんだよな。お清楚と、暴走機関車が、両立してるというのがいい、というか、お清楚でググると、ウマ娘関連がほとんどだな。ジンクスブレーカーなのはわかるけど、親切心で、風水教えたことを、試練扱いで、真っ向から挑むっていうのは、どうなんだ？信念には頑固だが、良いものは取り入れる許容を持ち、何事も前向きに取り組み、疑問に思ったら臆せずどんどん試す、年に不似合いな覚悟を持つ一方で、年相応の茶目っ気や、それ以上のはっちゃけも持つ、明るい元気な子。昔読んでた格闘漫画で、ガードを固めたところを、あえて狙ってぶち破る、コルイ抜きって技があったな。ダイヤちゃんがいる、麻雀や、ポーカーの大会は、必ず荒れるという。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。